皆様こんにちは。今回は精神疾患を抱えながらも歴史に名を刻んだ3人の偉人をご紹介します。彼らの人生や業績を通じて精神疾患に対する理解を深めていってほしいと思います。それでは行ってみましょう。1. ウィンストン・チャーチル。イギリス首相として活躍したウィンストン・チャーチルの首相の任期は1940年から4年間で、この期間は第二次世界大戦の最中でした。チャーチルはイギリスを指導し、連合国の勝利に向けて尽力しました。その後、彼は2度目の首相となり、任期は1951年から4年間となります。この時期は第二次世界大戦後の復興期にあたります。チャーチルは再び首相に就任しましたが、この任期は戦争の指導者としての役割とは異なり、平和の時代の政治に取り組みました。彼の人生には、うつ病という深刻な問題が影を落としていました。彼は自身のうつ病を黒い犬と表現し、この表現は彼の精神的な苦悩を象徴するものとして広く知られています。彼のうつ病は、ストレスの多い職業や政治的な圧力、私生活では家庭内の問題や友人の死などによって病気が悪化することがありました。特に彼が首相として国を指導していた戦時中は、精神的な負担が非常に大きく、うつ病の症状が顕著に現れました。それでもチャーチルは自身の精神的な苦痛を乗り越え、国民を鼓舞するための力強い演説を行い、戦争の指導者として重要な役割を果たしました。彼の経験は後世において彼のリーダーシップのスタイルや思想にも影響を与えました。チャーチルのうつ病は彼の人生に影響を与えた重要な要素であり、精神的な健康に対する理解を深めるための重要な事例としても語り継がれています。2. ゴッホ。ヴィンセント・バン・ゴッホは1853年3月30日にオランダのグリートホルトで生まれました。彼の父は牧師であり、母はアーティストの家庭に育ちました。幼少期から絵画に興味を持っていましたが、正式な美術教育は受けていませんでした。彼は主に独学で技術を磨きました。最初はアートディーラーとして働き、パリのギャラリーで経験を積みましたが、絵画への情熱が強まり、最終的に画家としての道を選びました。1886年、ゴッホはパリに移住し、印象派やポスト印象派の画家たちと交流を持ちました。ここで彼のスタイルは大きく変化し、色彩豊かな作品が生まれるようになりました。1888年、ゴッホは南フランスのアルルに移住し、ここで多くの作品を制作しました。アルルでの生活は創作活動に恵まれましたが、精神的な問題も悪化し、彼の健康状態は不安定になりました。彼は精神的な苦痛が高まる中で自傷行為を行ったこともあります。特に有名なのは彼が1888年に耳の一部を切り落とした事件です。これは彼の精神状態が非常に不安定であったことを示しています。その他にもゴッホはアルコールやその他の物質に依存していた可能性があります。一部の専門家は彼の症状が双極性障害の特徴を示していると考えています。この障害は躁状態と鬱状態が交互に現れるのが特徴です。彼の創作活動にはエネルギッシュな時期とひどく落ち込んだ時期が見られます。ゴッホは生涯を通じてうつ病や統合失調症に苦しんでいたとされています。この期間に彼は幻覚や妄想を経験したと言われています。彼の手紙や作品には深い悲しみや絶望感が表現されており、精神的な苦痛を抱えていたことが伺えます。1890年7月29日、ゴッホはフランスのオーベール・シュル・オワーズで自ら命を絶ちました。ゴッホの死によって彼の作品が評価されるきっかけとなりました。ゴッホの生い立ちは彼の苦悩や情熱が色濃く反映されています。彼の人生は短いものでしたが、その作品は今も多くの人々に感動を与え続けています。3. フリードリヒ・ニーチェ。フリードリヒ・ニーチェはドイツの哲学者です。ニーチェの有名な作品はいくつかありますが、特に以下の作品が広く知られています。サラトゥストラは核語りき、善悪の悲願、偶像の黄昏、人間的、あまりに人間的などの作品を残しています。神は死んだというニーチェの言葉は彼の哲学の中でも特に有名です。しかし、この言葉に誤解されることがあります。この発言は彼の著作、サラトゥストラは書く語りきや偶像の黄昏に見られ、彼は神が死んだことによって個人が自らの価値観を創造する自由を得られると考えました。これにより宗教の従来の信念に依存せず、自分自身の生きる意味を見出すことを望んでいました。そしてニーチェは神の死によって生じる価値や意味の喪失を警告しました。彼は価値観の崩壊が人々に深い絶望をもたらす可能性があることを認識しており、その対策として新たな価値の創造が必要だと考えました。もう少し簡単にまとめると、ニーチェは神という概念にとらわれず、自分自身の人生を自由に切り開いてほしいと考えていたのです。ニーチェの死因は主に脳の病気によるものであるとされています。彼はトリノの広場で発狂し、意識を失いました。
彼は以前から精神的な問題を抱え、特に統合失調症の症状があったとされています。彼は入院の直前に親友に支離滅裂な手紙を書いています。私が人間だというのは偏見です。私は人間が経験できる全てのことを必要なことから最高のことまで知っています。しかし私はインドではブッダでしたし、ギリシャではディオニソスでした。アレクサンダーとシーザーは私の化身です。最後にはヴォルテールとナポレオンでもありました。ひょっとしたらリヒャルとワーグナーであったかもしれません。私は十字架にもかかったことがあります。精神崩壊後は中世精神病院で療養生活を送っていました。彼は若い頃から健康上の問題を抱えており、特に頭痛や視力の問題に悩まされていました。これらの彼の健康状態は晩年に悪化し、最終的には脳の神経梅毒による合併症が原因で1900年8月25日に亡くなりました。いかがでしたか？精神疾患を抱えながらも多くの業績を残したこれらの偉人たちの人生から私たちは多くのことを学ぶことができます。彼らのストーリーを通じて精神疾患に対する理解を深め共感を持つことができればと思います。本日の動画はここで終わりです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。